見てんのよ。古いわ。お前のまねや。生まれはロシア、舞台は東京、ピロシキーズです。まあそんなこんなで、はい、続きです。なるほどね、はい、次はうちの話、うちの話してもいいってことね。前回、まあ、日本人と外国人の笑いの違いっていうので、まあ、ロシアの笑いを日本語にしてそれが通じるかっていう動画をやりました。おいえ。なんかこう、トゥトゥトゥ、なんかわかるこういうの、こういうの出してもらいます。で、それの続きで、まあ、今回は、アレちゃんのお話ですね。おケツのね。おケツかどうかは知らんけど、ロシア人にとっては笑える話。で、それをまた聞いてもらって、日本の皆さんが自分が外国のユーモアで笑えるのか、もしくは笑えないのか、っていうのをまあ検証してもらうっていう企画やね。第2弾でございます。ではアレちゃん、今日はどんな話をしてくれるのかな。おケツの話。ダメ。ちゃんとタイトルを、そうそうそう。だってどうしようかな。じゃあアレちゃん、どんな話をしてくれるんかな。てかめっちゃ下手くそやけどな、話すんのちょっとなんか。いいよいいよ。アレちゃんなりに話して。じゃあタイトルは。はい。すんごい医者。すごいじゃないやな。すんごい医者。いや、そんなじゃない。言ってないもういいよ、はい。やだくそすぎて、もうなんか話すの超恥ずかしいねんけど。いいよ、はい。大丈夫なん？じゃあ行きますよ。はい。じゃあブラちゃんに話しかける感じで話すわ。うん。なんか一人で喋ってる。いや、ちげえな。なんでもいいよ。はい。じゃあ質問とかもするわ、じゃあ。質問してくんだよ。うん。あかんねやな、それは。男の人がいて。はい。その男の人はなんか何を食べてもどんだけ食べても太らなかったの。へえ。でなんかいつも、 もう生まれた時から？いや、もうある日突然なんか体調が悪くなって何を食べてもどんだけ食べてもこう痩せ細っていって顔色も悪いし、うん、体調悪いなと思って友達に相談したの。ちょっとね聞いてって言って、うん、俺すごい最近体調悪いわ、もうどんだけ食べてももう痩せるばっかりで、うんうん、もうどうしたらいいか分からへんねんって言ったら友達が、あ、いい医者がいるのよと。ほうほう。その医者はもう何でも治してくれるから、うん、この町のいろんな人を治したから紹介するわって言って、絶対治せるで、絶対治せるで。でその紹介された男の人はお医者さんのところに行って、あ、どうもこんにちは、お医者さんって言って、すいません、なんかもう体調悪いんです、もうすんごいもう食べても食べてももう細くなっていくばかりでもう本当に困ってるんですって言ったら、こう医者さんがこういろいろ調べて、うん、あ、分かりましたって、寄生虫がいるんです。寄生虫、うん、お腹の中の虫、もうなんか虫がいるんですみたいな、だからもう太らないんですよね。おー、マジですか、じゃあ先生どうしたらいいですかって言うと、うん、先生が、そうだね、じゃあ水曜日って空いてますか、うん、空いてます、じゃあ水曜日の、うん、3時に来てください、来週の。ほう。でその時にいちご持ってきてください。いちご。ほう。で、いちご持ってくるんだと思いつつも、まあまあまあちょっと先生分かりましたって言って、うん、で次の水曜日になって、その男の人がお医者さんのところに行くの。ほう。でいちご持ってきて、でお医者さんが、じゃあちょっとそこの台にちょっと登って、で登ると、じゃあちょっと足を広げて、で足を広げると、うん、先生がこう持ってきたいちごをそーっとお尻に入れたのよ。入れたのね。入れたの。で、うん、え、なんか変な医者だな、え、気持ち悪いんだけど、うん、何考えてるんやろと思いつつも、まあでもやっぱりね、友達が言うようにすっごい有名な医者やし、うん、こういろんな人治してるわけだから、まあ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 、そこちょっと我慢して こらえようって言って、で終わった後に、先生こう次どうしたらいいですか、次じゃあまた水曜日に来てください、3時に、その時いちご持ってきてください。またえ、またいちご持ってくんのと思って、うん、で、まあ分かりました、先生、まあ、納得はいかへんけど、ちょっとなんかおかしいなと思いつつも、うん、次また来て水曜日の3時に、うん、で先生が、あ、よく来ましたね、じゃあその台に登ってください、でまた登って、でちょっと足広げてください、で、はい、足広げて、でこうまたこうそーっとイチゴ入れるわけよ、ケツに。なんやねんこの医者マジで、また同じことやっとるでみたいになって、いやほんまになんか頭おかしいんちゃうかなと思いつつも、いや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 、でもやっぱすっごい医者やから
やっぱね、評判がすごいいいし、もう絶対直すって言ってんだから、うん、まあまあそこはちょっとまだ信じて我慢して。また我慢してるね。また我慢して。うん、先生、次どうしたらいいですかって。次また、水曜日に来てくださいって言って。水曜日に来るんですか、うん、水曜日に来てください。あ、じゃあ、わかりました。その時には、なんかイチゴ持ってきてください。またイチゴ？またイチゴ持ってくると思って、うん、でまた帰ってまた水曜日に来て、うん、で先生がまた台に登りなさい、うん、足を開けなさい、うん、でイチゴ入れるわけよでも何回イチゴ入れんねんってなってもうちょっと切れそうになったけど、うん、まあ、そこまたこらえて、うん、やっぱねあの時友達が絶賛してた医者やから、うん、そりゃあね裏切られることないやろうと思ってまあ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 って抑えて、うん、で、先生、次もイチゴですかって言ったら、いや、次は水曜日来た時にハンマー持ってきてください、うん、ハンマー、うん、ハンマーと思いつつも、うん、ハンマーってこれやんな、うん、つくやつ、うんうん、ハンマーですかって、よー、わかりましたって、うん、もう不安になりつつも、ね、また次の水曜日になって、ハンマー持ってきて、で先生が、まあ、ちょっと台に乗りなさいって台に乗る、あ、はいっつって、で、はい、台に乗って、で、足広げなさいっつって、で、ハンマーを、で、うん、足こう開けただけを、うんうん、何すんやろうと思ってたら、何もせえへんねん、ハンマーを持って近づいてくるわけでもなく、いや、もう何もなんか事故、何が起きてるか分かんないけど、何も起きないから、うん、もう我慢の限界が来て、うん、もうふざけんなと、うん、お前いい加減にしろよと、この状態で、お前いい加減にしろよ、お前なんか直す言ってお前全然直らねえじゃねえかよっつって切れたら、うん、そしたら先生がこう、うんうん、シーってやるわけよ、いや、ないしじゃねえお前なんやねんって怒ってると、うん、シーってなんで C なの、今から寄生虫が出てきて俺のイチゴはどこだって聞いてくるから餌付け3時のおやつ、なるほど、毎週水曜日にはイチゴが来るんやって言って寄生虫が学ばせてで今週も来るやろうっていうので出てこうへんから俺のイチゴどこやって出てきた寄生虫をそのままやるってことそのつもりやったってことバカだね、しょうもな時間返せで今視聴者の皆様が思ったのかなお前何回イチゴ入れてねんみたいな、もう早くそこまあでもだから3回はいるんやな、やっぱイチゴを学ばせるためにはね慣れた寄生虫がほら今から出てくる、俺のイチゴどこや出てくるからそれ想像したら僕俺のイチゴどこバカだねなんかね、でもねお尻にまつわる話多くでも多いねなんかやっぱロシア人ってお尻、ジョパっていう単語が好きで小話はね、そう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 、ちょっとエロが多いかもしれない、そのあ、でも俺お尻出てこーへん話も知ってんで、お尻出てこない話知ってるの、何、ハエの食事っていう、ハエの食事、ハエがな、あと何匹かでこうご飯食べてんの、でハエが食べるご飯ってさ、ハエってうんこの上やんか、うんこの上でこうやってさ、あ、食べてんのね、でみんなうまいわ、おいしいわ、めっちゃおいしい、めっちゃおいしいって言ってたら、あーお腹いっぱいやわって、でも他のハエはみんなまた食べようって言って、こんなお腹いっぱいやったらまたうんこいっぱい出てまうわみたいな、昨日めっちゃでかいうんこ出て形も良くて大蛇様やったで、うん、って言ったらまだ食べてるハエが、やる汚い話すんじゃねえ食事中だぞわかる、その超可愛い子話だね、うんこ食ってるハエがうんこの話するんじゃねえっていうご飯中だぞっていう、なんかそのそうそうそう、これも結構お尻が絡むか、絡んでるよ、お尻の中のものが絡んでるわよそれいやでもこういう小さい話、確かにこう小さいのから長いのからいろいろあるよね、嫌味な、なんか政治的な嫌味なやつもあれば、あ、いや政治的なやつもある、なんかこういう時にプーチンはこうしたがトランプはこうしたみたいな、一方の誰々はこうしたみたいな、そういう政治的なお笑い話とかもあったりして、日本ではあんまり一般の人がそれを話すってことはないけども、この小話を落語家とかもう専門の漫才師とかがすることが多いけど、ロシアではこの話は漫才師がやることじゃない、もう世間一般的にいろんな人たちが、なんかこれ知ってる、これ知ってる、なんか飲みながらが多いかもし
れない。そうそう、もっとなんか粒に入りやすい。あまりにも多すぎて、あの被ることもある。知ってる知ってるって言って、あ、うん、そうだね、被ることもあるけど、でも毎年なんか新作がどん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 出てくるから、だから俺ロシア帰った時それ声聞くの結構楽しみやけどね。まあでもこれが面白いと思えるか面白いと思えないかっていうのが感性の違いなんだと思うよ。え、どうしよう、これでさ、うちの話したやつがさ、もう何言ってんねん、全然面白くないじゃんっていう可能性もある。でもそれはやっぱもう周りのやっぱツボの違い、うん、だっけ、まあそれはしょうがないよね、だから、うん、だからもうそういうのもあり得る。だからジャッジしないでね。いやいや、自分で自分の笑いのツボがどうかっていうのをジャッジしてみてください。以上、現場からお送りしました。毎回それ言うの。ありがとう。